東京会場、日動火災保険。東京会場、日動火災保険株式会社、東京会場に、地動火災保険、A 賞東京マリーン日度ファイアインシュアランス CEO、LTD は、日本の損害保険会社で、東京会場ホールディングス株式会社参加の完全子会社である。2004年10月1日に、 ミレアホールディングス傘下の東京会場火災保険と日動火災会場保険が合併して発足した。略称は東京会場日動。また、東海日動や時尾マリネ日動などと呼ばれる場合もある。旧会社の知名度を活かすため、持ち株会社の名称に合わせたミレアの名称を採用しなかった。三菱グループの一員であり、三菱金融会と、 三菱広報委員会に加盟している。2008年7月1日に持ち株会社の名称を東京会場ホールディングスに改称した。なお、合併の際には東京会場火災保険株式会社を存続会社として発足したが、新会社を設立するという理念の下で合併がなされた。会社概要では創業として 東京海上保険が設立された1879年8月を掲げている。合併以前の旧会社である東京海上火災保険及び日動火災海上保険の遠隔をそれぞれ以下に記す。その前身、東京海上保険は日本最初の保険会社、海上保険会社であり、売上高では日本の損害保険業界トップ。かつての三菱財閥。 2016年現在の三菱グループに所属する会社として発足してる。略称は東京会場や東海上など、また大学生の就職人気企業ランキングにて文系部門での第一位を長年得ていたこともあった。東京銀座に日動画廊、熊本県東京事務所と本社ビル、日動火災、熊本県共同ビルを共有していた。 同産三社の一角、旧安田財閥。2005年、大手損害保険の保険金不払い問題が明らかになり、同社においても17,934件、金額にして9億6,014万円分もの不払いが判明した。そして同年11月25日には金融庁から一部業務停止命令が下されるなど厳しい行政処分がなされた。 東京会場日動はこの時点で損保を追って6社中では、不払い件数第4位と、市場占有率に比して、不払いが少なく、役員が辞任した損害保険ジャパンや三井住友会場火災保険と、比べてあまり批判の対象にはならなかった。ところが2006年8月11日、前年11月25日の行政処分後に数社で、 新たな不払いの発覚が相次いだのを受け、金融庁が再調査を指示。2006年9月29日に発表された同社の調査結果によると、昨年時点の3倍以上となる68,395件、金額にしておよそ46億円分もの不払いが新たに判明した。その後も不当な不払いの発覚は収束することがなく、 2006年10月31日には、第3分野保険での不払いが判明。件数は809件、2億6900万円分が不適切であるとの結果となった。そして2007年3月14日、この事態を重く見た、金融庁により、同社は業務改善命令に加え、同年4月2日から3ヶ月間、 第三分野商品の販売禁止を命令される一部業務停止命令という厳しい行政文を課されることになった。二千六年十一月二十日には合併前の旧日動化再開上保険が九百八十九年から二千四年九月に渡って販売していた積立保険、介護保険、所得保障保険などの契約文で契約の執行や契約解除による返礼金の不払いが 約5万万件、3億7千万円分あったことが、判明した。このように、次から次へと新たな不当を不払い事案が明らかになり、問題の収束が全く見えないことを重く見た。金融庁が2006年11月17日に損保各社に不払いの再々調査を指示。同社は2007年3月末までに調査が完了すると発表し、 同年3月30日にその調査結果を発表。これによると、新たに24,594件、金額にして24億7,600万円もの不払いが確認され、合計で84,715件、金額にしておよそ68億5,400万円まで不払いが膨らんだ。2007年5月18日に損害保険協会会長を務める。 同社社長の石原国夫が衆議院、財務金融委員会の参考人招致を受け、これに出席。一連の保険金不払いについて釈明した。なお、政治献金について質問されたところ、同社は2005年に1、764万円。2006年も、それと同等額を自民党へ献金していたことが明らかになった。本来支払わなければならないものを支払わず、 支払わなくても良いものに支払っていた体制が問題視された。さらに2014年に入って、それまでの発表以外にも、約12万件の不払いがあることを掌握しながら、対応していなかったことが明らかになった。保険金不払い以外では、2006年12月10日に、24広報の建築物に対する火災保険料を取り過ぎていた問題が発覚している。 この問題に関して、同社は長らく経営者の言及等の対応は示して来なかった。が、2007年3月14日に発動された行政処分を重く見て、同年4月8日には、当時の社長である石原邦夫が、同年6月末をもて社長職を辞任する意向を示し、6月21日をもって辞任した。そして同日、代表権のない会長職へ就任した。 公認には、当時専務であった住修造が昇格、社長となった。なお、同社の持ち株会社である、ミレアホールディングスの社長職についても、同様の人事が行われた。このほか、石原は同時に、NHK 経営委員長も務めていた時期があったが、世論の批判拡大に加え、第三分野保険での不正不払いによって同社に、 行政処分が下されたことなどにより、保険金不払い問題をはじめとする同社の不祥事への対応に本腰を入れなければならないと判断し、2007年4月10日をもって辞任した。なお、石原本人は同時に委員の役職も辞するつもりであったが、総務大臣の菅義偉から説得され、同年6月末まで委員として留任していた。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。